地沢周平の短編集、静かな木から、表題作静かな木を朗読します。静かな木 伏左衛門が御賢川の貸しの道を城下に戻ってくると吹屋町の外れにあっていつも必ず目を引く欅きの大木が見えた木が立っているのは伏線寺という寺の境内で伏線寺は城下でただ一寺だけという珍しい紀州の寺である創建は室町中期といわれ 今も藩から稚行四十国の刻印状をもらっている由緒ある寺だが伏線寺は建物は古びていつ行っても新刊と人気のない寺だった欅は呪文を入って間もない右手に立っていて秋の末になるとだだっ広い境内に夜も昼も休みなく落ち葉を落とす。 その時期に寺を訪ねると普段はほとんど姿を見かけることない地層がせっせと落ち葉を吐いているところに出くわすことがあったそのように伏線寺のことに詳しいのは孫左衛門が隠居の身分で地産寺によくその辺りまで散歩に来るからであるしかし 今、伏施孫左衛門が五軒川の岸を歩いているのは散歩ではなく肩に担いでいる釣りで知れるように久しぶりに釣りに出かけたのであるだがもはや川釣りの季節は過ぎたのか魚はさっぱり釣れずまた釣り人にも出会わなかったそれでいつの間にか かなり上流まで遡ってしまったらしいふと気がつくといつもは城下から遠くに見える丘がすぐそばまで迫っていて傾いた日が丘の雑木の小にかかるところだったし取り入れが終わった田んぼの向こうに見えている村もこれまで見かけたことのない集落である。 左衛門は急いで糸を巻き岸辺の細道を帰ってきたのだが馬場横の広い貸し道にたどり着いた頃には火は西空の下に低く張っている丘の向こうに落ちてしまった足元の道にもすぐそばを背音を立てて流れる川の上にも薄闇が這いその黄昏色は これから戻っていく城下の町々をも青黒く包み始めている伏線寺の欅きは闇に沈み込もうとしている町の上にまだすっくと立っていた落ち葉の季節は終わりかけて山でも野でも木々は残る葉を振り落とそうとしていた伏線寺の欅きも この間吹いた強い西風であらかた葉を落としたと見えて空に伸び上がって見える幹も細かな枝もすがすがしい裸であるその木に残る夕映えがさしかけていた遠い西空から届くかすかな赤みをとどめてけやきは静かに立っていた あのような最後を迎えられればいいふと孫左衛門はそう思った孫左衛門は5年前に隠居し2年後には還暦を迎える隠居する前は官定方に勤めていた今は総領の権十郎が後を継いで同じ官定方に出資している 子は他に一男一女がいるが二人とも良縁を得て他家の人となっている隠居した直後の5年前に連れ合いの末の急な病気で失ったことおよそ20年ほど前に感情型で起きた不祥事に巻き込まれて家禄を実0減らしたことが 痛恨時として胸に残ってはいるが人間の一生には山もあれば谷もありこのぐらいの不幸せがあって晩年を迎えることができればよしとすべきなのかと孫左衛門は思うことがある「連れ合いであれ自分自身であれ老年の死はいずれ避けえないものである」 それなのに末野の死を痛恨じと思う気持ちが消えないのは末野がようやく老年の入り口に立ったばかりだったからだろう穏やかな晩年を迎える間もなく末野は急死した孫左衛門が今のようにふと老年の死を身近に感じることがあるようになったのは 連れ合いを失ってからである伏線寺の欅に心を惹かれるのもそれと無縁ではないだろう欅は老木だった幹は根元の近くでは大人が3人も手をつながなければ負けないほど太く樹皮は無数の鱗のように半ば剥がれて垂れ下がっているそして 太い枝の一本は明らかに枯死していたケヤキは春には新芽をつけやがて木を覆い尽くした新葉がわずかの風にもざわめきたって三月の日を照り返すその光景を美しいと思わぬではないが孫左衛門は何かしら仮の姿を見ているようにも思い 木の真実はすべての飾りを払い捨てた姿で立っている今の季節にあるという感想を捨てきれないただしそれは老年の感想と言うべきものかもしれなかった城下に入る前に御剣川側は大きく左に蛇行して市中に入る孫左衛門と分かれる。 そこに立ち止まって孫左衛門は伏線寺の欅きがある方角に目を上げた家の陰に隠れたのかそれとも日が落ちて闇に飲み込まれてしまったのか木はもう見えなかった代わりにあちこちに家々の明かりが灯り始めているしかし孫左衛門の心の中には さっき馬場の柵横の辺りで見た欅やきがまだ幻のように立っていた鶴子町の家に戻るとすぐに嫁の鷹が出てきて「おかえりなさいませ」と言ったそして孫左衛門が渡す鼻くを受け取りながら中を覗き見もしないで続けた「今日はおそうございましたこと」 釣れんののでで遠くまで行ってきたのだいや疲れた遠くまで行って釣れたのはようやくヤマメ一尾である孫左衛門は急に疲れを感じて上がりかまちに腰を下ろしたするといつもならすぐにすすぎの水を持ってくる嫁が板敷に座ったままで行った 先ほど国殿が見えまして国がどうした孫左衛門は傘を取りわらじに手を伸ばしていたがその手を止めて嫁を振り向いたお父様に御用があるとのことでしたが釣りに出かけましたと申しますと夜分に出直してくると申されて帰りました用というのを聞いたかはい 内密のお話ということでおっしゃいませんでしたでもタはふだんは口数の少ない女だが何か気がかりなことがある様子で付け加えたとても急なご用があって訪ねて見えられたように思えました私の思い過ごしかもしれませんけれどもいや思い過ごしではあるまいと 孫左衛門は思った「国は権十郎の妹でまっの国之助の姉である百人町の石沢家に嫁いでいるが石沢家は姑がまだ元気で国自身も三人の子持ちなので外に出ることなどはめったにない百人町は鶴子町からさほど遠からぬ場所にあるのに」 吉のことでもなければ国が実家に来ることはほとんどなかった孫左衛門はわらじの紐を締め直した立ち上がるとタカが驚いたように言った「石沢においでになるのですか?」「急用ならバスておけまい」「でもお疲れでしょうしタカは座ったままで孫左衛門を見上げた」 国殿は夜分にまた参られるとあの家は大所帯だ夜分の外出などをかなうものではない行ってくると孫左衛門が言うとタカは慌てて行った「お着替えをなさいませ」何「何このままでよい着替えたりするとおっくうになる」「おなかもお好きでしょうにそうだな を一杯もらおうか湯を一杯土間で立ち飲みしてから孫左衛門は外に出た嫁の前では押しかくしていたが外に出ると孫左衛門の胸は不安で波だった内密の話とは何だと思った死んだ母親に似て国は若いが分別にたけた女である。 その国が夜分にまた出直してくると言ったからには何か尋常でないことが起きたのだと孫左衛門は思いながら暗い道を百人町に向かって急いだ国の家を出て百人町を西に横切ると下田屋や長屋がある町人町に入りそこも突っ切ると 城下で一番繁華な商人町の通りに出た。通りの大きな店はすべて通しめて、道はひっそりとしていたが、上手の青柳町の方で、まだ弱気ないをしている店があると見え、一、二箇所、灯日が明るく道を照らしているのが見えた。孫左衛門は広い道を渡って、心覚えの路地に入ると、 家々の間を抜けて貸し道に出たそこはさっき吹屋町の南で分かれた後しばらく町のへりを西に流れてから再び北に向きを変えて市中に入ってきた五軒川の貸しである孫左衛門は五軒川に架か,かる行者橋を渡って貸し道を少し北に後戻りしてから 武家町である大町に入っていったそこは次男の国之助が婿入りした政家がある町である妻に呼び出されて表口の板敷きに出てきた国之助は父親を見るとそそくさと土間に降りて下駄を突っかけた国之助の妻が驚いたように「旦那様」と言った お父も母も上がってもらえと言っておりますけどいいんだ国之助は手を振ったすぐに済む話だ川釣りの帰りでなこのような格好をしておるので失礼いたすと孫左衛門も言ったそうですか 不審そうな顔をしている若い西女を残して孫左衛門と国之助は家の外に出た百人町の姉に聞かれたのですか家の者に話を聞かれるのを恐れるように国之助は暗い庭を先に立って父親を門の方に導きながら言った「うん。 果たしや糸は穏やかでない鳥貝の息子との約定はいつだ殿の参勤を見送ってからということにしましたするとまだ七八日はゆとりがあるかと孫左衛門はつぶやいた自分に確かめたのである緊張感がわずかに和らいだようでもある わけはなんだ。取りを受けましたゆえ国之助は短く言った詳しくは語りたがらない気配があるだがそれだけ聞けば十分だった果たし合いの相手である鳥貝軍兵衛の息子も国之助も共に勤住組勤めであるおそらくは城中で しかも人のいるところで侮りを受けたのだろうそういうことであれば事の是非を論ずるまでもなく切り合わねばならないしかしそれにしても「俺が若い頃ならその場をさらせず切り結んだか城中が恐れ多いということなら城を下がってから申し合わせてすぐに切り合ったろう」 今時の若い者はのんびりしておると思ったがそれはただ国之助の気性が脆弱なためかもしれなかった姉の国を訪ねてこっそり打ち明けたというのも言うまでもなく国に言えばわしに伝わることを見込んでのことだろう孫左衛門は暗がりの中で眉をひそめただが もろもろの懸念は胸にしまったままでいった。わしに少し考えがある。軽はずみなことをしてはいかんぞ。後の頼りを待て。それだけ言うと、暖かそうなマセケの火の色を一別してから、孫左衛門はくぐり戸を抜け、外に出た。 孫左衛門の家は代々の勘定組務で失態があった後の家禄は七十五国だが政家は王御難度役を務め家禄は百二十国である国之助も今は勤獣組にいるがいずれは王御難度役に代わることになる二年前に国之助は実家よりは格上の政家に 望まれて向こうに入ったその時国之助は二十歳で新妻の美代は十五だった美代は二年たった今も少女の気配を残しているような若妻だがようやく身ごもって来年の春には馬跡に初孫が生まれることになっているのを孫左衛門も聞いている国之助の穏やかで 落ち着きのある性格は婚下でも気に入られていたそれが「果たし合いをする」などと聞いたら「マセ家の人々はどう思うだろうと」と貸しに出て行者橋に向かいながら孫左衛門は思った腹が空いているはずだが重苦しい思案に押しつぶされて空腹を感じなかった。 しかも果たし合いの相手は鳥貝中郎の息子勝也である勝也はお弓町の松川道場で名を知られている剣士で一通りの心得はあるものの剣の腕前はさほど伸びなかった国之助は立ち会えばまず勝也の敵ではないだろうどのような形で勝負の型がつくかは予測し難いといっても 果たし合いが行われればまず八割方は国之助は命を失う羽目になろうそして余震は国之助が果たし合いに勝ったとしてもそれで政家が無事で済むわけではない勝っても負けても相手が鳥ヶ谷家の総領だということだけで政家は加盟存続の危機にさらされるに相違ない良縁を得たと思い 喜んで送り出した布施家の末子が今夏を窮地に追い込むことになるのであるさっきからくすぶっていた怒りが突然に胸を焦がした鳥貝軍兵衛孫左衛門は道端にペッと唾を吐いた中老の鳥貝軍兵衛は20年前に勘定奉行を務めていた 孫左衛門が勘定型の不祥事に巻き込まれたというのは鳥貝が勘定奉行だった時代のことで孫左衛門が帳面記載に重大な異動ありとされて軽く十刻を減らされた事件は一口に言えば鳥貝の酒や明賀金に絡む不正をかばって 帳簿記載の誤りのごとく始末をつけた事件だったのであるすべてが白日のもとに現れれば加盟に関わる処罰を受けることになったはずの鳥貝軍兵衛は孫左衛門に泣きついて難を逃れたばかりでなくその後家中が目を見張る立身を遂げて20年後の今は中老職に就いている。 その間、減らされた布施家の実刻を回復するような配慮は何もなくまた泉屋という新規に酒屋株を取得した業者と組んで懐に入れた明画金は当時の中老で今は筆頭画廊を務める内藤佐治右衛門に献上する賄賂に使ったと推定されたもののそれについても鳥貝から孫左衛門に対して 何の説明もなく放かぶりのままだった鳥貝軍兵衛は要するに孫左衛門の犠牲によって今日の立身を手にした男なのだあの男はまことの愚物だったそれが分かっていて鳥貝の失脚をかばったについてはまた別の事情もあるのだが 孫左衛門は今も時々そう思って歯ぎしりすることがあるそういう過去がある上に今またせがれの国之助まで鳥ヶ池によって窮地に追い込まれているとなれば申し合わせた果たし合いなど仕方ないと見過ごすわけにはいかぬと孫左衛門は思った家に戻って 遅い夜食を食い終わった時孫左衛門は自分がかつて覚えのないほどの疲労に襲われていることに気づいたが気持ちを励まして茶の間に行き権十郎に会った権十郎も下場が遅かったらしく夜食後の茶を喫していたが孫左衛門が行くと茶碗を下に置いて耳を傾けたで 父上のお考えは「孫左衛門が話し終わると権十郎はぽつりと言った権十郎は寡黙な男である嫁の鷹もそうで夫婦そろって口数が少ない方だが孫左衛門は権十郎の寡黙には過労を減らした父親に対する無言の非難が含まれているように思うことがある」。 実際に世襲である勘定組に勤めていればかつて父親がその職場で重大な過失を犯したことを肩身狭く思うこともあるだろうと孫左衛門は思っただが今夜はその訳も話してやろう鳥貝就労に断じ込んでみる。権十郎は思いがけないことを聞いたという顔で 孫左衛門を見たそれはいかがでしょうかまあ聞けこれには訳がある鳥貝軍兵衛が勘定奉行になった時その頃奉行創役を務めていた孫左衛門は軍兵衛の父親で先の勘定奉行でもあった鳥貝平衛門に呼ばれた軍兵衛のことを頼むと 平門は言ったあれはただの堅実自慢の乱暴者でな勘定奉行の器ではないのだ今にとんでもない失策を引き起こしそうで心配でならぬと平衛門は言った鳥貝平衛門は夫妻ともに特実な人柄で勘定組の者は公私もに このの夫妻の世話になった。衛門が奉行を務める間勘定組はよくまとまって一件の過失も出さなかったのを孫左衛門は覚えている軍兵衛は孫左衛門より7つの年下だった孫左衛門は連立の役人であり奉行を補佐するのが役目である 平門が頼りにするのはもっともなことだった「ご心配なく」と孫左衛門は言ったそして平門が恐れたような事件が起きて軍部へに泣き疲れた時孫左衛門は酒屋の雲上金明画金を帳付けする寺井権吉と実際の金の出入りを扱う 元締役所の男一人を抱き込んで勘定奉行の収賄という名画金に関わる不正を帳簿の五気のごとくに装って軍兵衛を救ったただし金額があまりに大きかったので孫左衛門自身が不正を疑われその疑いが晴れた後も寺井権吉と共に 記載漏れを咎められて処罰を受けたのである元締役所の男を抱き込んだのは鳥貝が受け取った明賀金に相当する銀を密かに元締が管理する金蔵に納めるためだ油問屋の鶴ヶ谷にわしが話をつけて鳥貝に金を融資させたのだが それでどうにか難を逃れた形になった軍兵衛の父平衛門はその時にはもう世を去っていたが孫左衛門も寺井も軍兵衛をかばって処罰を受けたことを不服には思わなかったそれというのも孫左衛門寺井権吉だけでなく勘定組の者は 昔平右衛門に格段の世話になったからである孫左衛門が家督を継いだ頃藩は凶作と多額の出資を強いられる幕府工事の手伝いが重なって台所は極度に窮迫した領内領外に微罪を求めても足らずついに家中藩士の稚業を取り上げて 藩が当座の銀と6枚を支給するという非常の政策を打ち出したのがその頃である家中藩主は一斉に内職に走ったしかし土台小六のものは内職をしても家族を養うには足らず小六微禄のものが多い官場組も貧に苦しむものが多かった 奉行の鳥貝平門はそういう国の者にあるいは銀を与えあるいはわずかなりとも米を与えて暮らしを助けた孔子に渡って世話になったというのはそういうことであるそなたが生まれた頃も国が生まれた頃もいずれも暮らしが立ち浮かぬほどの極貧の時代だった。 お奉行にいただくものでどれほど助かったかわからん」と孫左衛門は言った権十郎は黙って聞いているだがその人の子でありながら今の中老は人間のクズだ妙が金を懐に入れてその金を藩のおえら型に差し出す賄賂に使ったのだ 事が現れかけるとわしに泣きつき後始末をさせたあとはみるみる立身した我々を踏み台にしたことについてはあれから二十年にもなるが一言半句の釈明もない鶴ヶ谷の貸金は三が一ほど返してあとは踏み倒したそうだわしの面目は丸すぶれだそれでもよいわと わしは思ったあの男と二度と関わり合うこともあるまいしと思っておったが国之助の一件が出てきた今度は黙っているわけにはいかぬわしは隠居ゆえそなたの許しを得ねば動けぬ場合によっては布施家に再度の最悪が降りかかるかもしれんのでな 権十郎は顔を上げて孫左衛門を見た。軽く一礼した。それが存分にしたら良いという挨拶だった。孫左衛門が立とうとした時、無口な権十郎が言った。女性がいりますか。権十郎は長身で頑丈な骨格をした男で、 若い頃は梶町の石栗道場の皇帝として賢名を知られた孫左衛門も剣の修行は同じ石栗道場でしたので不死の若い頃の立ち筋を知っている者が剣術談義の中で親父の方が少し上だったように思うなどということがあるいや一人で間に合うしかし 年年が歳でござるゆえ珍しく権十郎が親を気遣うようなことを言ったのが嬉しくて孫左衛門はしかめっ面をして「馬鹿を申せ」と言った「まだそこまで置いてはおらんわ」孫左衛門は寺井権吉が持ち出してきた文章を丁寧に見た。それは感情型で。 寺井が受け持っていた帳簿の写しである時期の6年にわたる酒屋の明賀金の入金を記したものである記載漏れとして過失する以前の元帳なので問題となった泉屋の明賀金も他の酒屋の額を上回るものではなかったそして明賀金そのものは酒屋に対して古くは雲上金近年は 酒薬船が課さされているためにさほど高額の,ものではもともとは藩が財政悪化に苦しんだ頃領内商人に献金を求めたのが始まりで献金の高が現れて賄賂の傾向を帯びてきたことから藩では名目を「妙が金」に改め献金に極端な肯定が出ないように配慮したのだった。 泉屋の用が金は同業の分を超えるものではなかったが事実はその他に年に50両を超える大金が勘定奉行である鳥貝軍兵衛の懐に入っていたのである酒屋株の認可は勘定奉行の権限であり泉屋から鳥貝に流れた金は無理に願って株を取得した謝礼だというのが 鳥貝の弁明だったが孫左衛門は初めから合意の上の賄賂だったろうと見抜いていた文書の最後には泉谷から鳥貝に渡った賄賂の額も年ごとに記載されているいわゆる記載漏れとして後に帳簿に加筆した分の元金だが実はその額は加筆分の倍額で 総額は500両を超えている寺井はこれを帳簿捜査の間に泉屋の番頭に確かめたのであるおしまいにその番頭の名前と詰め印があるこれを出すところに出せば事件の当事者である孫左衛門と寺井も再度の咎めを免れえないかもしれないが 鳥貝軍兵衛も無事では済まず中老職どころか加盟の危機にさらされることになろうこれだこれだと孫左衛門は言った。 「いざという時はこの控えのことを持ち出すぞ」「孫左衛門が言うと寺井権吉は色の黒い丸顔にほくそえむような笑いを浮かべた寺井も五穀ではあるが二十年来家禄を減らされたままである遠慮はいらんガンとやってやれ」しかしこれを持ち出すと口塞ぎに わしだけでなくお主も狙われるかもしれん手詰めはまだできるかできるとも修練に怠りはない寺井は言ってまた声を立てずに笑った手詰めは大実の一種だとしても柔術とはまた違うらしいらしいとしか言えないのは昔寺井が 自分よりもずっと体が大きく剣もよくできる若い男を相手に見通りの技を使って見せたことがあるが目の前で行われたその技は見終わった孫左衛門には理解を超えた幻妙の技としか思えなかったのである真剣を振るう勢いで木刀を打ち込んでいった若者は次の瞬間仰向けにあるいは背を下に 寺井の足元に落ちその時寺井がどう動いたのかは孫左衛門には全く見届けることができなかった寺井はその技を今は亡くなった村松という神業登竜の道場で居合を学んだ時に得得したという孫左衛門が帰るというと寺井は表口まで見送ってきた 表口の板敷きまで来た時孫左衛門の目に奥の台所で安んを囲むようにして内職に励んでいる寺井の妻女と娘の姿が見えた孫左衛門が帰るのを見て慌てて立ってこようとする妻女を孫左衛門は大きな声で押しとどめると外に出たすると寺井も下駄を突っかけて出てきた ここでいい、と孫左衛門は言った「内職かうんわしもこれから加わる」出資していた頃の孫左衛門は奉行添役を務めていたといってもそれはただの役目で他の同僚と身分に差があったわけではないただ組の者それぞれは当然過力に差があって 寺井の家は五十国だった五国減らされて今は四十五国であるそのことに孫左衛門は今もわずかに負い目を感じることがある寺井も喜んで加担したといっても鳥貝を救う工作に寺井を引っ張り込んだのは孫左衛門である今となっては 他にやりようはなかったものかと思わぬわけではない「暮らしはきついか?」「昔のようではないがやはりきつい」と寺井は言った藩が丸ごと地業を取り上げるということこそなくなったが「軽くの2割借り上げはずっと続いておりこれからも続く見通しだった」 寺井は孫左衛門より五つ年下でまだ勘定型に出資している娘に婿を取らないと隠居もできない身だが内職暮らしの四十五国の家にはたやすくは婿も見つかるまいと孫左衛門はそれも気になるわしも隠居であまり役には立てんがいよいよ困った時は声をかけてくれ いや、それにしても、「孫左衛門は日暮れの空にすっくと立っていた伏線寺のけやきを思い出しながら愚痴をこぼしたこの年になってせがれのことで苦労するとは思わなんだいや世の中はそうしたものだろうていくつになろうと身内は苦労の種よ」。 寺井は言って孫左衛門が背を向けると「火星がいる時は行ってくれ」と後ろから声をかけてきた孫左衛門は2本の朽ちた柱が立つだけの寺井の家の門を出た暗い道には寺井の表口にいる間は気づかなかった冷たい風が吹き通っていて孫左衛門を震え上がらせた 翌日の昼過ぎ孫左衛門は小雨の中を傘を差して川向こうの山吹町に行き元の町奉行緒方矢田悠を訪ねた人の紹介もなく行ったのであるいは面会を拒まれるかと思ったが案じることはなくあっさりと奥に通された「珍しい男が来たものだ。 癖はいわば足を失脚させた人間だからの」と緒方は言った緒方は城下の栄の密告によって泉谷から勘定奉行の取り替えに対して多額の賄賂が動いていることを聞き込むとすぐに綿密な調べを開始した賄賂も一度や二度のことなら通常は目をつぶることだが長期にわたって しかも送り先が勘定奉行となれば見過ごしにはできない緒方は泉屋を贈賄の罪で両替追放にできるほどの調べをつけてから大目付にあったそしてその直後に家禄はそのままで騎馬衆に編入された騎馬衆は家中筆頭の名誉ある石碑だが無役の官職である 尾形は呆然としたがやがて泉屋だけが両替追放となり勘定奉行の鳥貝は妙画金の記載漏れで法の裁きを逃れたことを知ったあの時は派閥の争いに巻き込まれたのだ相談する相手を読み違えておった鳥貝にそなたらのような忠義の部下がいることもな 尾形は孫左衛門を睨んだ,だが無役のまま隠居して10年以上にもなる緒方の髪は真っ白で体は小さくしなび往年の迫力はなくなっていた「今日は何のようだ」と緒方が言った「泉屋を調べた時の書類は残っているだろうか」と孫左衛門は聞いた。 残っておるとも、探せば奉行所の書庫にあるはずだそれを拝見できるようなお手配をお願いできませんかふんとそっぽを向いた尾形に孫左衛門は記載漏れに繕った一見は人方ならず世話になった先代の鳥貝平衛門に対する恩返しだったと言った。 しかしながら近頃はあの時の鳥ヶ様への合力を大いに悔やんでおりますうん尾形は目を孫左衛門に戻して小さくうなった平衛門は仕事もできたが特実の人物であった今の中老とは比べ物にならんまことに仰せのごとくよし 書類を見せるよう添え状を書こう緒方はナルト屋のカステーラをもらったから書くのではないぞと念を押したそなたともう一人寺井権吉でございますうんそなたらのあの折の身体がようやく腑に落ちたからだだが 太夫の添え状をもらって町分行所を訪ねた孫左衛門は添え状の宛主山岸桃介に思いもよらない事実を告げられた探して参ると言って書庫に行った山岸はやがて呆然とした顔で孫左衛門を待たせてある一室に戻ってきた尾形が調べた泉屋の一件書類がそっくり書き消えているというのである。 探し残したということはござらんか孫左衛門が言うと緒方の時代から書類係を務めている山岸は首を振ってそういうことはありえないと言った今度は孫左衛門が呆然とする番だった父親としてまた藩の要職にある者として 勝也殿にせがれ国之助との果たし合いを停止するよう命じてもらいたいと孫左衛門は言った「そういうことを申すようではうせも年だのう」と鳥貝軍兵衛は言ったそういう軍兵衛は血色よく太って顔なども油切ぎっててらてら光っている藩の経済が苦しい折にもかかわらず 美食をしていると見えただが勘定奉行だった昔に比べると人相はまた一段と悪くなっている中老の地位にへのぼるにはそれ相当の剣暴実数を必要としたということだろう孫左衛門を見た目も冷たかった子供の喧嘩に親が乗り出してくるのは関心せんのう。 子孫左衛門は状態を起こして切り返した「果たし合いとなれば結果はどうあれ両家に傷がつきもそう」「ご中老の家だとて無傷では済みませんぞ」しかし聞いた話では「果たし合いを言いかけたのはそなたのせがれの方だというではないか」軍兵衛の顔に、 人を長老するような笑いが浮かんだみんなも見ている時だとせがれは言っとったな腕は大したことはないそうだがそなたに似たか度胸はあるらしいまあそれはそれとしてん兵いは似た似た笑いを続けたそれこそ勝敗はどうあれ出るところに出た時には その辺りの事情は役所にきっちりと見てもらわねばならんそれがしが聞いたところではご子息に侮りを受けたということでござった元はといえば火はそちら様にあるほうそれは聞いておらなかったのうと軍兵衛は言った半生を儀する役目の中老としては 貧格を欠く笑顔のままでその種の言い分は要するに水掛け論だと言ったどっちがいいの悪いのということは簡単には決まらぬとしたものだしかしまあ、大人同士が果たし合いを申し合わせたのだわしはほっとくそなたも成り行きに任せたらどうだいや招福でき妄さん 聞くところによるとご子息は腕自慢の乱暴者で金獣組の花つまみだと申すそういう男のとばっちりを受けてせがれが婿入り先の家に絆をもたらすことになるような事態は断じて認めることはできませんぞ孫座口を慎つつめ軍兵衛は目をつり上げて険悪な顔をしたがすぐに 締まりのない笑顔に戻った「年は取りたくないものだのう孫澤」「言い出したら聞かん」横を向いて軍兵衛はあくびをした「よろしい」と言った「ではせがれにつまらぬ腕立てはやめろと言おう」「ただしそれをあの乱暴者のせがれが「はい」と聞くかどうかはまた別問題だ。 ご中孫左衛門は胸を張って軍兵衛に射抜くような目を向けたそれがしが今夜参ったのはただ急鎖嘆願するためではござりませんぞ一旦口に出したからにはそちらの花つまみ殿に是非とも果たし合い中止を命じていただかねばなりません。 ほほう「今度は居直ったか孫座」と言って軍兵衛はおなごのような甲高い笑い声を立てた「さてはわしを脅迫するつもりと見える脅しの種は何だ名画金の一件でござる。軍兵衛はまたあくびをしたそして失礼地頭寝不足でなあと言った。 あれは片付いた話だ孫さん、持ち出してもカビが生えておるいや片付いてはおりませんご中老は派閥に剣じるための賄賂だなんとかしろと泣きついたがその折事実を述べられたわけではなかったと孫左衛門は言った誠の金額は 記載漏れとして我々に指示した金子の倍額でござったまた献金は内藤様個人に充てた賄賂でござったろうこういうことは後で必ず知れてくるものだそれがしと寺井は藩を二重に欺いたことになったわけだがそれにしても金額が大きかった表に出せば 今も大問題になるはず。カビなど少しも生えておりませんぞ軍兵衛は険しい表情でじっと孫左衛門を見ている笑いを消してそういう顔になるとかなり悪僧の男だったもう一つ賄賂で泉屋を調べた当時の町奉行所の一件書類を どこかに隠されましたなそれとも焼いて捨てられましたかこれはまずかった調べがあったことは隠れもないのにその書類がないしかもそういう前代未聞のことが起きたのは元の町奉行緒方様が失脚した後のことと判明しましたそれでどうする 軍兵はにわかに気かな口調になっていった表に出すつもりか先ほど申し上げたそれがしの頼みが聞かれぬ場合はしかしそうなると貴様と寺井権吉もただでは済まんぞさてどうでしょうかこの男をようやく窮地に追い込んだと孫左衛門は思った 軍兵を行視しながら言ったいつまでも我が世の春と思っておられるようだがご中老が頼りとする内藤様は多病近頃はお城の会議にも出られぬご用体で半生の実験はもはや横山神六郎様に移ったというのがもっぱらの評判横山様はまだご中老ながら 対立する派閥の長それがしと寺井が訴え出れば内藤派を潰す好機と思われるかもしれませんなただで済まなくなるのは我々ではなくご中老あなたではありませんか分かった分かったせがれにはよく言って聞かせるゆえ「閣挙盲導するなよ孫座」と。 鳥貝軍兵衛は言ったまだ日があるうちに訪ねたのに重心の屋敷が集まる堀端の鳥ヶ池を出ると外は真夜中のように暗かった10月の日がとくくれるせいで時刻はさほど遅くないはずだったその証拠に堀端から貸しの道に出ると左手の方に 提灯を手にした下場の人々の姿が点々と見えた孫左衛門も主人を脅しに行った客とは思わなかった鳥ヶ家の召使いが貸してくれた提灯を下げて三の丸の木戸前を通り行者橋を渡った後をつけられているようだと気づいたのは 国がとすいでいる百人町を通り抜けている時であるつけてくる者は心得があるらしく全く足音を立てなかったただ何とも言えない不快な気配がずっと後ろの方からつかず離れずについてくるだけである孫左衛門の勘が正しければつけてくるのは鳥貝克也か あるいは若い頃はかなりの使い手だった郡兵衛自身か腕に覚えがある鳥貝家の家臣ということになるうんわしを亡き者にして不安の根を一挙に立とうというわけだと孫左衛門は思った郡兵衛は今日の孫左衛門の訪問で鳥貝の家が勝也の果たし合いをやめさせたぐらいでは追いつかない 途方もない不安を抱え込んでいたことに遅まきながら気がついたのだ孫左衛門はとっくり橋という妙な名前がついている小さな橋を北に渡ったそしていきなり提灯の火を吹き消したそのまま鶴子町に続く貸しの道を東に進みながら少し足取りを緩めた果たして 橋を渡ってくる足音がした孫左衛門は脇差しの濃い口を切ったわざと下駄の音をさせたすると後ろから熱い風に似たものが襲いかかってきた闇の中を滑ってきた見事な失踪だった孫左衛門は下駄を蹴り捨てて片膝を地面につくと 刀のこじりを高く背後に突き出した次の瞬間身を翻して立つと足が止まった相手に一撃を食らわせたただし使ったのは峰打ちで打った場所は足である「むっと声を飲み込んで横転した相手をそのままにして孫左衛門は旅はだしのまま急ぎ足にその場を離れた。 片膝をついた姿勢から身をひねって一撃を振るった時腰を痛めたようである鶴子町の我が家に近づいた頃には腰の痛みはみるみる耐え難いほどに膨れ上がって孫左衛門は腰を折り這うような足取りになった振り返ってみたがさっきの一撃が効いたらしく幸いに相手が追ってくる様子はなかった 表口に入りはしたものの板敷に両手をついてしゃがみ込んでしまった孫左衛門を見て布施家は大騒ぎになった事情を聞いた権十郎はすぐに刀をつかんで外に様子を見に出たが怪しい者はいなかったらしい父上に公約でも張貼って差し上げろ権十郎は嫁にそれだけ言うと さっさと自分の部屋に引っ込んでしまった相変わらずそっけない男であるこれは亡くなられたお母様に貼って差し上げたことがある薬の残りですけれども布に手あぶりの火で公約を伸ばしながら嫁の高が言った古くなって効き目の方はいかがでしょうかしら貼らないよりはましだろう 鷹は孫左衛門をもろ肌脱ぎにさせ痛いのはどこかと腰と背のあちこちを押した意外に力のある指で背を丸めて座りながら孫左衛門は「あ痛た」と言った伏線寺のけやきがちらっと頭をかすめた「うん生きている限りはなかなか ああいうふうに潔くはいかんものらしいてしかしまたこうしてジタバタすることが生きている証というものかもしれんそう思った時孫左衛門はあっと顔色を変えた「いかがなさいました」たかが驚いたように手を引いた権十郎はいつ帰ってきた お父様よりほんの一足先に夜食もこれからですけれども権十郎を呼んでこいと孫左衛門は言ったそして権十郎が来ると肌を着物にしまいながら寺井権吉は下城したかと聞いたいや殿のご出発が明後日に迫りその準備があって居残り仕事をされてござる。 寺井を鳥貝が襲うかもしれん。狙われるのはわしだけでなく寺井権吉も一緒のはずだと孫左衛門は言った行って様子を見てやってくれぬか素早く事情を飲み込んだらしい権十郎はすっと立つと部屋を出て行ったしかし権十郎が帰ってきたのは早かったご心配なく 片付きました部屋に入ってきた権十郎はまずそう言って父親を安心させてから手短に事情を話した権十郎は寺井の家には寄らずまっすぐ城に向かったその判断は正しかったようで御家川の貸し道に出ると川向こうの城門の方からまだ提灯を下げた者が ぽつりぽつりと歩いてくるのが見える居残りの者が帰るところだろうとりあえず城門まで行ってと思いながら行者橋に入りかけた時向こう橋を歩いていた提灯の一つが同じ橋に入ってくるのが見えた提灯の主が橋の三分の一ほどのところに来た時その前にぬっと 立ちふさががった黒い影がある「白人がひらめき提灯が下に落ちた」「権十郎は走った」「その目に切りかかった大柄な男の体がふわりと宙に浮きそのまま横倒しに橋板に落ちたのが見えた」「寺井殿」と権十郎は燃え残る提灯の火に浮かぶ顔に呼びかけた」 切りかかったのは中郎の鳥貝軍兵衛で一瞬の技で刀も抜かずに相手を倒したのは寺井権吉軍兵衛は頭でも打ったのかピクリとも動かず橋の上に横になったままであるそれが,しが火星に行くまでもない見事なものでした権十郎は言うと一礼して立ち上がったが まだ少し興奮が残っているのか部屋の外に膝をついて付け加えた「あれが以前父上が言われた寺井の手詰めですないや目の保養いたしました伏泉寺の広い境内に立って布施孫左衛門はけやきを見上げていた」。 青葉に覆われた老木は春の日を浴びて静かに立っている「これも悪くない」と思いながら孫左衛門は青葉の欅きを飽きずに眺めている正月に政権が交代した長い間筆頭画廊を務めた内藤左治右衛門が病弱を理由に務めを退き 内藤派の住職が何人か官職に移った代わって横山神六郎が家老に上り横山派といわれた何人かの重臣が藩の要職を占めることになったのであるそしてまだ寒い2月に元の中老鳥貝軍兵衛の収賄に関わる義獄が摘発され鳥貝と 内藤派のけ町奉行などがそれぞれ咎めを受けて失脚した中でも鳥貝の家は平門50日の後家禄を5分の1に減らされて不審組に役替えとなったが義獄の常として収賄側で大きな利益を受けたはずの内藤家老は無傷だった 義国の摘発が行われたのは元の町奉行緒方矢田優が泉屋の一件書類が紛失したという山岸のひそかな報告を不審としてその解明を横山中郎に直訴したのが発端である孫左衛門も寺井権吉も関わりがない関わりがないどころか新任の横山派の主直が 鳥貝の収賄事件に手をつけたと分かった時孫左衛門も寺井も再度の処罰を覚悟して家の者に因果を含めたほどだっただが事件の処理が終わった後で思いがけなく減らされた家禄が戻ってきたのである孫左衛門は十国寺井権吉は五国 もろ手を挙げて喜ぶというほどではなくともこの家計が苦しい時にろくが返ってきたのは大きいと孫左衛門と寺井は言い合った2人はバスへの小さな飲み屋でつつましく祝杯をあげ横山家老は世の道理を見る目があると新しい執政をたたえた 桜のつぼみが膨らみ始めた頃、マセ家には初孫が生まれたこれが実に可愛らしい女児で散歩の途中孫左衛門は足がとかくマセ家の方に向きがちになるのを抑えるのに苦労する生きていれば良いこともある孫左衛門はごく平凡なことを思った 軽い風が吹き通り、青葉のけやきはわずかに小杖をゆすった孫左衛門の事件の前とは打って変わった感想を笑ったようでもある。 いかがでしたかそれではまた次回お楽しみに。